サビー川とは、アフリカ大陸の南部、すなわち南部アフリカを流れる、国際河川の一つである。南二24度と26度の間、統計30度よりも東側に、サビーへと書かれているのが、サビー川の流路。サビー川は、ドラケンスバーグ山脈の標高、約2130メートル付近、南アフリカ共和国北西部のムプマランガ州内から、流れ出している。そこから、 大体東の方向へと、いくつもの河川と合流しながら流れていく。途中、主要な支流であるサンド川と合流した後に、南アフリカ共和国より、クルーガー国立公園に指定されている地域へと入る。サビー川の流域では、例年夏季に降雨量が多いため、この時期にサビー川の流量は最大となる。対して、寒気に当たる冬は、流量が減り、 特に冬の終わり頃にサビー川の流量は最も少なくなるものの、これまでに南アフリカ共和国内においてサビー川が干上がったということは観測されたことがない。そして、クルーガー国立公園からさらに東の方向へと流れてモザンビークとの国境を越えてモザンビークのマプト州に入り、コルマナダムが作られたことによってできた人工湖に流れ込む。コルマナダムは、 サビー川の途中に建設されたダムであり、ダムの先も大体東の方向に流れて、最終的に小町川と合流するところまでが、サビー川である。なお、小町川と合流したサビー川の水は、最終的に、インド洋に面したマプトワンへと流れ込んでいる。ABCD The s, <S a i サ,サンドリバーシステムファット AB コーアマナダム、コルマナダム周辺の地図。ありがとうございます。